さあ、質問タイム。<し>そんなところでですね。ええー、メグイン TV に質問がある方は、えー、そんなもう全部言っちゃったんで、そんなないと思いますが、えー、何でも受け付けてます。どうぞ。あ、じゃあ、じゃあ、塚集のゆうやさん、どうもこんにちは。劇団スカーショの大塚ゆうやです。<laughs> えーと 5, 年5年後にはあの20チャンネル作るって言ってたんですけどそれはもうコメディとかそういうのも,もう考えずにいろんな20チャンネルもうそれはめぐみさんが出てなくてもいいってことですか全く別のなんていうんですかどん,などんなのを考えてるんですかそうですね、えー、とジャンルは 全く考えてないですけど、俺が俺にオンデマンドで面白ければ何でもいいです。ただ、俺が面白くないと思ったものは作りません。それは念頭に置いて作りたいと思います。やっぱ m e g u t v はあくまで面白チャンネルなんで、面白くないものは絶対起きたくないですね。全部僕は出ません。僕は m e g u t v しか出ません。自分のチャンネルしか出ません。 知りません <laughs> <laughs> はいじゃあ他に質問ある方じゃあるさん俺が俺にオンデマンドっていうことで自分の好きなものを作るっていう話なんですけど、はい、でも完全にそのなんだろうなやっぱり見る人のことも考えなくちゃいけないあの再生数を伸ばすためにはであのメグウィンさんが面白いと思ってるものとみんなが面白いと思ってるものも完全に合うわけじゃない。 そこでその自分が作りたいものと再生数を上げるためにまあ作らなくちゃいけない動画っていうところのバランスを自分の中でどうやって取っているのか動画単位で考えているのかそれとも1本の作品の中でそれこうみんなでさっきのネタの会議とかあるっていう話でしたけどそういうところでこうすり合わせていくのかっていうのをちょっと質問したいです。えーそうです、ね、そうですすねね 多分あると思うんですよ作らないといけない動画でも自分の作りたい動画じゃないんで僕が撮ってる戦法は、まあ、要は数字が伸びる動画って、まあ、時期的なものを結構多い時事ネタを絡めた動画ってやっぱり伸びるじゃないですか今何が起きてるっていうそのピークでみんな調べて伸びるんですよ、まあ、例えば、えー、今だったら、まあ、スカイツリーとかありますよねスカイツリーネタをやれば伸びるけどスカイツリーなんか俺作りたくねえよって思うじゃないですか じゃなくってスカイツリーを使って面白いのやってやろうぜっていう,こう心を変えているというかスタンスを変えているというかだから題材はなんかはいじゃあ面白いことやってくださいっていうよりかはじゃあこれ使って面白いことやってくださいっていうか僕的には楽ですなので、えー、時期的なものとか、えー、例えば映画が入るんだったら映画のパロディー まあそれがその映画自体が面白くなくてもはやる,るんだったら僕はその面白くないものに対して自分のものをプラスして作るのでえ何だろう作らなければいけない動画っていうのは特に気にしていないっていうかそういうふうに消化してます大丈夫ですかねこんなんでじゃあマックさんばりに質問出してくださいきた これはあの僕からの劇団スカッシュの大塚からの,あのちょっと質問なんですけど週休2日とかその普通にちゃんと丸一日休みみたいのは取ってるんですか,だかまあ週に何回か休み取ってるんですかそうですねえー、っとメグイン TV の一応稼働の日はか水木金どうです か水木金を、えー、バンディはフル活動してます。で僕は、えーまあ、とりあえず社員じゃないしバイトでもないし社長なんで、えー、まあ、まあまあ、言っちゃえば一日も働かなくてもいいし毎日働いてても特に問題ないんでその辺は臨機応変にまあ、住まい兼会社なんでね、まあ、会社に居候してる身分というかまあね、まあ、家に一応帰ってますよ 帰ってますよ。翌日まで帰ってますけど、まあ、ほとんどね会社にいることが多いんで、えー、まあ休みっちゃ休みだし、休まねっちゃ休まないって感じですね。そうなんです。で特に月曜日がね、普通の人は働いてるんでね、ガンガン電話とかか,かってくるんですよ。まあそんな感じです。ここにあ,あクッキングさん。 ちょっとこれ直接質問じゃないんですけど先ほどアンドロイドアプリで私はすごい面白いなと思ったのはあの5年間のそ,のその日にち今日の過,あの過去の動画っていうのを一発ですぐにこうアクセスできるって私すごいあれ考えた人すごいなと私は感心したんですけどあのなんか過去のすごいたくさんそのコンテンツを過去に作ったコンテンツ持ってるんですけどそれがなんかもっと再生されるような。 工夫とかそんなものととかかって考えたことありますかそういうアイデアとか持ってますかねこれがねやっぱ難しいですよねすごくアイデアはあって例えばホームページその5年前リンクっていうのは結構僕の動画の特性からやってそれはずっと前からやりたかったんでホームページもそういうの反映してるんですけど、えー、過去の動画をその日に上げるのはもうやっぱり自分のページとか自分のツイッターとかで例えば映画が流行った時に僕が過去にやった映画の パロディ作品を前に持ってくるとかしかしできないと思うんですよね YouTube 上でうんぬんっていうのはやっぱ,やっぱそのね自分で比でカスタマイズしていかないといけないじゃないですか結構もうそれやれば多分伸びると思うんだけども結構労力に見合わないところがあるから今やめ,やめてるからやってないです。だ努力といえば、まあ、今5年前掘り起こしてもらうでもあれはもうプログラム発射すれば。 1一回セットすればできるんでできるんですけどもその日その日にやればもっと伸びると思うけどまだ現状そこまでいけてないっていうのが答えですね。他にはあっちゃん。動画のアップロードするその曜日は言及があったんですけど時間帯は何か影響があったりするもんなんですかね何時に上げたほうがいいみたいな。 時間帯ですね時間帯は、まあ、結構あるんですけどそのなんだろう小学生ターゲットじゃないですかで僕、タイマー使ってたところは11時に全部やるぜ分かりやすく全部毎日11時に出すぜって言ってたんだけど11時はあんまりよろしくなかったのと,、えー、とあと海外を狙いたいから海外のコアタイムに行くよ っって言った時も,も海外そんないねえやって断念してで今はもう結構ランダムに上げてますね、うん、今日もだからもう会社全員できちゃったから誰も上げる人いないから朝上げてきたしでも体感的に一番その上げてからのコメントのつきやすさで言えばやっぱり7時とか5時以降9時未満が夕方のです,のですがやっぱりどうしても一番多いですね 反応は日本のユーザーがコメントしてくれるのは5時から9時までの間の方がうが、ん、いいと思うただその、なんで僕はその5時、9時が嫌だかっていうとやっぱ毎日動画上げてるじゃないですか5時9時9だととちちょっっミスったらもうう日付越えちゃんんですよねなんかそういうリスクがあってちょっと怖えと思ってその時間じゃなく、うんまあ、ずっと会社にいればいいんですけどずっと会社にいるときはその辺狙ってやるんですけどなんか特別なことがあるときはもうとりあえず上げちゃえと。 安心してから一日に過ごすみたいな感じにしてます。以上で以上ですか？おおおお。おおこれはそのその聞いていいあれなんかわかんないんですけど、そのやっぱ毎日動画上げるっていろいろハプニングも絶対あるじゃないですか、トラブルとかも。で、三百六日毎日の中でも例えばその上げられなかった日っていうのはあるんですか？それ何回ぐらいあるのかっていう。 まあなんかその例えば YouTube がメンテナンスしててずっと使えない時期ってもあるじゃないですかあるからノーカンですゆるいるい、緩い、緩 <laughs> <laughs> で、俺らのトラブルで何かあげられなかった時も脳幹脳幹っつって,って <laughs> とりあえずその日の動画があって次の日もあげれば一い緒いっ,っていう感じで考えてます。 以上でよろし,いでしょうかキンさん、ありがとうございます。さっきあの、少し取りだめてる土日あ、日月も休みで、その分とか取りだめたりすると思うんですけど、だいその撮ってから、その作品がアップされるまでに、ラグっていうのはどのくらいありますか ラグは結構ありますねなんかどうしても面白くなくてリリースしないやつとかあるんですよ、まあ、な本当に面白くないやつはボツにするんですけどでも、もう切羽詰まってねえからっ,つってあげるやつとかって、まあ、一番最後にしまってある動画だからもう1ヶ月ぐらいしまってあるやつとかありますねだ髪型とか全く違ったりするのもまあたまにあるし。 通常通りに行くと、今の状態だと、まあ1週間ぐらいのラグぐらいですかね。まああと取りためてシリーズで、こう、どんどんこう、曜日で展開していくやつもあるから、まあ一概には言えないですけど、まあ通常だったら1週間ぐらいのラグで上がってきます。そんな感じです。大丈夫ですかいいですかというわけで、えー、メグインでした。ありがとうございました。